こんばんは、平山茂です。今日はですね、7月20日です。まだ20日でございます。20日の夜10時でございますね。ちょうど10時です。火曜日ですね。今から私は長野県霧ヶ峰に向かいます。21日明日ですね、明日の早朝から、霧ヶ峰を登山するということで、仲間たちと登山をしてまいります。その様子を、この動画にですね収めて皆様に見ていただきたいなと思います。さあ、まだ名古屋でございます。今から長野県霧ヶ峰の方はですね、約3時間かかります。なので、まあ、1時2時でしょうね、2時ぐらいに、まあ、集合場所の八島ヶ原湿原の駐車場ですね、そちらにちょっと集合ということになっておりますので、まあみんなはねさすがにもう先に着いてるんですけど、僕はまあ遅めの合流になりますが、まあ、皆さんと合流できるのは実際朝なのかなと、朝合流できると思うので、まあ、今日はこの暗闇のまま終わります。今日は一人で到着して一人で寝るというところでございますね。はい、あ、こちらはあの篠塚八兵衛さんなんですが、もう眠いということで、ちょっとでは今から出発します。行ってきます。さあ、高速は降りました。岡谷ですね、岡谷インターで降りました。現在時刻は1時15分。もうすでに標高は1300メートルぐらいのところでございます。あと10分ぐらい走るとですね、八島ヶ原湿原の駐車場にたどり着くということで、結構なルートを走っております。街灯は全くございません。あと気温がですね、本当に寒いです。信じられないぐらい寒いです。ああ、いますね。はい、ちょっと今正面にいますね、鹿さんが。あ、鹿さん、はい、鹿さんがたくさんいらっしゃいます。鹿さんの山ですからね、お邪魔しております。お邪魔いたします。すいませんね、鹿さん、ごめんなさい。トンネルでございます。怖いですね。何か映ってなきゃいいんですがね。やめてやめて、あ、やめて。現在、道が悪い。はいはいはい、怖いな。ちょっと電気消してみましょうか。あー、ダメだ、怖い、無理だ、ハイビーム。あー、現在名古屋を出発しまして、234キロ。何台か車は止まってますね。到着でございます。あ、まだ開けてた俺。寝てた。おはようございます。現在時刻は4時半です。
2時間寝ましたね。2時間、寒いから2時間でも起きれました。目覚ましなしで、はい、一応5時ぐらいに動き出すということで、この後ちょっとね、この八島ヶ原湿原をね、ちょっとハートの形してるんです。ハートの形、ここをちょっとパワースポットなんで、ちょっとね、仲間たちとぐるっと回りながら多分霧ヶ峰を登ることになると思うんですけれども、今日の4月21日の動画はここで終わりです。続きの八島ヶ原湿原と霧ヶ峰の登山は明日のお楽しみということで、よろしくお願いいたします。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。来た時はね、真っ暗だったからあれですけど、八島湿原、なんかいいですね。もうちょっとで太陽も上がってきますね。今日はここまででお願いします。ちょっと寒いですね、まだ全然寒いです。本日もお仕事だった方、皆様本当にお疲れ様でございました。本当にお疲れ様です。ではまた明日、続きをご覧ください。平山茂でした。おやすみなさい。